フルオレセインは、顕微鏡観察に用いられる、蛍光色素の一種である。他にも、色素レーザーの媒体、法医学や、血清学における血痕の探索、色素追跡用途などに広く利用されている。フルオレセインは1871年、アドルフ・フォンバイヤーにより発見された。フルオレセインの吸収極大は、波長494ナノメートル。 放出する傾向の極大は521ナノメートルであり、冷気にはアルゴンレーザーなどが利用できる。また等級周点を460ナノメートルに持つ。フルオレセインにはレソルシノールフタレーンなど多くの別名や慣用名がある。着色量としては D&CA ロー7及び D&CA ロー8の名で知られている。フルオレセインの電離平行におけるプコは6.4で、 ある。したがってフルオレセインは pH5 から9の範囲で pH 依存性の吸収と傾向放出を示す。また、プロトン化、脱プロトン化されたフルオレセインの傾向寿命はおよそ3から4ナノセカンドであり、これを利用して pH を測定することもできる。この寿命は時間相関単一格子係数法や傾向寿命を測定装置によって知ることができる。フルオレセインには フルオレセインイソチオシアネートに代表される多くの誘導体が存在する。フィトックはフルオレセインの水素原子の一つをイソチオシアネート元で置換した化合物であり、この部位でチオニウ素結合を形成し、細胞内タンパク質の第一級アミンと結合する。また、フルオレセイン骨格にスクシンイミジルエステルを付加した N。 ヒドロキシスクシンイミドフルオレセインもアミンに対する結合性を持っており、よく用いられる化合物の一つである。その他の誘導体としては、オレゴングリーン、東京グリーン、スナッフェル、カルボキシフルオレセイン、カルボキシフルオレセインジアセテートなどがある。これらの誘導体は、アレクサやディリットといった新山の色素とともに、より高い光安定性、多彩なスペクトル特性。 結合特性が要求される科学、生物学用のアプリケーションに仕立てられ、利用されている。フルオレセインの合成は、無水フタル酸とレソルシノールを反応物とし、塩化塩の存在下で、フリーデルクラフツ反応を経て行われる。反応触媒としては、塩化塩の他に、スルホン酸も用いられる。フルオレセインで緑に染められた、シカゴガーランブルベンモームシのシスト、A。 微分干渉像、BDE 赤、シスト壁、CDE 緑、シストフルオレセインを用いた網膜の血管造影フルオレセインは入浴剤に添加する着色料として使われる。日本におけるこのような使用例については、薬序法の規定に基づいた医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令によって、黄色201号として指定されている。 フルオレセインの最も大々的な利用は、イパトリックの祝日に見られる。シカゴ川にこの色素を投入して、緑色に染めるのである。1962年には 45kg のフルオレセインが投入されているが、2005年では 18kg に減っている。他に、水溶性のフルオレセインを雨水に添加して、環境中での水の行方や水漏れを追跡するなどの、用法もある。 オーストラリアやニュージーランドでは変性アルコールの検出にも使われている。細胞生物学や免疫組織科学において、前述のようなイソチオシアネート化合物は、細胞の標識と追跡に用いられ、蛍光顕微鏡やフローサイトメトリーンに使われる。生物学的に活性のある分子を付加したフルオレセインも普及しており、細胞内の特定のタンパク質や微細構造を、 標識する用途で利用されている。また、フルオレセインは拡散と結合させて、ハイブリダイゼーション用のプローブとしても利用される。これらのアプリケーションでは、フルオレセインとともに地獄資源ンもよく使われ、単一サンプルの多重染色では併用されることも多い。フルオレセインナトリウムは、ん化学における診断試薬として広く使われている。溶液を目に適化したり、 静脈に注射したりすることによって血管増影を行う。フルオレセイン転換は角膜の作家症、海洋、角膜ヘルペス、ドライアイなどの診断に効果的である。一方増影は、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、眼内の炎症、腫瘍などの識別に利用される。ありがとうございます。